海上国道例海上国道とは、海上部を含めて一連の道路となる一般国道の俗称である。特に、海上部が架橋されておらず、一連の国道でありながら、フェリー等によらねば通行不能なものを呼ぶことが多い。ただし、必ずしもフェリー航路が設定されているとも限らず、名目上だけでつながっているところもある。この意味での海上国道は、 2009年現在日本には27路線ある。その路線上すべてを海上国道と呼ぶことは少なく、実体的な道路が存在しない海上部のみを指して呼ぶことが多い。一般国道の海上部は国土交通省の規定により、地上に建設された道路、あるいは橋や海底トンネルなどの構造物が存在しなくても、フェリーボートなどによって、 道路と道路を結ぶ一本の交通系統として、機能があると判断できれば、国道に指定するとされている。海上部も含めて一つの国道として、建設、管理することが、沿線の発展等に寄与すると国が認めているもので、あるが厳密には、定義がなく、一般国道において、一般国道の路線を指定する政令に示されている、重要な経過値を経て、 海上部を含めて一連となっているかどうかで海上国道であるか見極められる。その海上部はフェリーで結ばれているところがほとんどで、同性例によって国道として指定できる海上区間は、双方の陸地にある国道がフェリー航路などによって結ばれていて、同じ交通系統に当たると判断された時に国道としてみなされている。国道の海上区間を航路とするフェリーは、 商業名を国道フェリーと名乗っているところもあるが、ほぼすべての航路が民間運営であり、海上国道であるという理由では、国からの補助金等の援助は受けていない。以前は日本道路公団等が運営していた航路も存在した。海上国道は、海上区間を自動車道のバイパスで結ばれている路線を除いた場合に、日本全国で24路線ある。 ここでは、海上区間が海底トンネル、高規格道路、自動車道のバイパスにより接続されている国道二号、国道二十八号、国道三十号、国道三百十七号、国道四百九号の五路線も含めた二十九路線を掲載する。代表的な海上国道として、日本最長の海上国道である国道五十八号、津軽海峡を渡って、本州、 青森県と北海道を結ぶ国道279号280 33号338号東京湾港を横断して首都圏を環状に結ぶ国道16号などがある。ありがとうございます。